中部、ドイツ S バーンは、ドイツのライプツヒとハレを中心とした、都市近郊鉄道である。1969年にライプツヒとハレで個別に、開業した、近郊鉄道が発祥である。2004年に、両都市間を連絡する系統の設定により一体化され、ライプツヒハレ S バーンが成立した。2013年12月15日に、 ライプツィッシュ街の地下トンネルが開通したことで、路線網が再編され、従来のザクセン州に加えて、チューリンゲン州やブランデンブルク州へ、運行範囲を拡大し、これを機に、中部、ドイツエスバーンへと解消された。1969年9月当時の S バーン列車、ハレノイシュタットのトンネル入り口ハレスバーンは、U 字型の経路で、トロータ駅中央駅のイシュタット9度へらう。 区間で運営された路線だった。現在トロータニートレーベン区間は現存する。1964年7月15日 S バーンの番席はノイシュタットで立った。ハレ県に建設された S バーンの路線はハレ・ハンミュンデン線から分岐して北に向かうことになった。1967年4月から VT2.09 軽機動車はハレツシェルベーナー通りハレ。 中央駅区間に直通運行された。晴れの石ット駅は地下駅として開業され、駅の電気設備も設置された。当時に晴れ、ミュンデン線の中で晴れアンガースドルフ区間が電化された。1970年まで路線網の南側は完成できた。晴れ中央駅から北側に線路は晴れトロータ駅まで改修された。 1969年9月27日の S バーンの公式的な開業当時にも北の区間は電化されなかったためディーゼル機関車がその区間で運行された。1972年10月1日 S バーンの電化は完了した。ハレ市からメルゼブルクの化学工場で通勤する労働者たちのためにメルゼブルク・ハレニートレベン区間の列車は S バーン開業の直後開設された。 この列車は2007年12月廃止された。1980年代に晴れし、ノイシュタット中央駅間の連結を改善するために、運行間隔を10分に短縮する計画があった。この計画には、ジルバーホイ兵器で伏線化するのは必要だった。しかし伏線化計画は、ドイツの再統一直後、晴れ主人口の急激な減少と乗用車の増加のため、実現できなかった。 1991年晴れ市には晴れ運送会社が設立され S バーンにも路面電車、路線バスと同じ料金システムは導入された。2002年8月1日度選うニートレ弁管の S バーン運行は乗客数の減少と高量たる線路状態の原因で中止された。2007年12月から S バーン区間で列車は30分間隔で運行され、 15分間隔の路面電車と S バーン列車との乗り換えに適合するようになった。ライプツヒの路線網はライプツヒ中央駅から北側に始まり、都市の両側に分かれてマルクレーベルクで再び合流する特徴を持っていた。1968年2月ライプツヒ県の議会は S バーンの開設を議決した。1969年7月12日2つの ハート型イスバーアン系統は、第5回全国体育祭の時に交通混雑を、対して準備するために2つの系統で開通された。この2つの路線は、後で A 系統に統合された。1974年5月26日、B 系統が追加され、ライプツヒドレス電線の上に、ゼラーハウゼン駅と工業団地東駅は新設された。 1983年12月プラクティスミリティズ、波起動区間は全通され、A 系統と C 系統に分離された。C 系統は森の路線と呼ばれた。後で A 系統は s 1に、B 系統は s 3に、C 系統は S2 にそれぞれ解消された。S2 系統はプラグビツが守備ツ区間に短縮され、プラグビツ駅の乗り換えはとても不便だった。 2002年12月 S2 系統は利用客の減少で廃止され相当する区間はバス路線に置き換われた。2004年 S1 系統は西側の S1 と東側の S2 に分離された。ライプツィヒハレ S バーンのロゴがある2階建て客車2009年当時の S バーン路線図ハレライプツィヒ区間には数十年間通勤列車は運行されたが、 特別な料金システムはこの区間に導入されなかった。2002年3月19日、晴れ市で両都市を結ぶ S バーンの工事が始まった。連邦政府、ザクセン州政府、ザクセンアンハルト州政府はそれぞれに建設費用を分担した。ライプツィヒハレ S バーンは予定通り2004年12月に開業した。開業前に普通列車系統の RB56 は、 バーレン中央駅区間を経由し、開業以後その区間は S10 系統に移管された。2003年6月30日に、快速列車の RE5 系統は、ハレ・ライプツヒ空港・ライプツヒ区間に運行され、急行 S バーンの役割を果たすことになった。2009年の路線改変の時に S2、S11 系統は、施設鉄道会社の中部ドイツ地方鉄道に所属し、それぞれに、 MRB2、MRB11 MR 系統になった。時刻表と運行間隔は変わらなかったが、機動車が電化区間に投入された。2011年4月30日、S1 系統の運行は、予算削減の理由で中止され、既存区間はバスや路面電車系統に差し替えられた。2012年12月24日、ライプツヒ中央駅ライプツヒコネビツ区間の運行が、 終了し、ハートがタく間の一部は廃止された。MRB2 列車は、西側と旧 c 系統の経路で迂回することになったが、停車駅が少ないため S バーン列車のほどではなかった。2015年12月当時の S バーン路線図2008年8月、新しい S バーン路線も運営に席じる EU の告示が公表された。本来なら2011年12月運行は、 開始される予定だったが、二度の計画修正により2013年12月に開始された。2010年12月21日ライプツヒ公共交通組合は支配的な責任者として中部ドイツ S バーンと命名された路線網の運営権をドイツ鉄道の子会社に与えることを公式的に宣言した。その子会社は2011年 DB レギオに統合された。 2013年12月15日に、ライプツヒ市のシティトンネルの開通とともに、中部、ドイツ S バーンの系統の第1段階運行は開始された。運行系統の範囲は、ライプツヒハレ都市圏から4つの州にかけて拡大された。路線網は約 430km 長さと104カ所の停車場を含んで、51本の442軽電車が投入された。 既存の S10 系統は S3 系統に転換された。2015年12月の時刻表変更の時に車両が十分に確保されなかったため S8 系統の導入は2年後に延期された。S2 系統の車両はデッサウ中央駅まで60分間隔で運行され、一部、電車は続いて RB42 系統として120分間隔でマグデブルク中央駅まで走行している。 晴れ中央駅で全般的な工事が行われたため S7 系統は短縮され現在のような形となった。晴れ市内のトロタ中央駅区間は S3 系統に移管された。ライプツィヒ南側には S1、S3 及び S4 系統の路線は交換された。ライプツィヒ MDR オー区間は S4 系統に ライプツヒ MDR ガイトハイン区間は S3 系統に移管され、ライプツヒ首都トエテリツ駅は S1 の終着駅となった。2017年12月10日 S バーンにいくつかの路線改変が行われた。S1 の補助路線だった S11 系統は S6 系統と変更され、マルクレーベルクが主立ガイトハイン区間を S3 から継承した。S2 系統の場合、 ターシュタット・ビテンベルク、ビターフェルト区間は追加され、一部列車は続いて、RB51 として運行されることになった。ハレル・ターシュタット・ビテンベルク区間は RB80 系統から S8 系統に、ハレ・アイレンブルク区間は RB75 系統から S9 系統に移管された。S8 系統は S2 系統と同じ模様で、デッサウ。 ビターフェルト区間とルターシュタットビテンベルク、ビターフェルト区間で運営されることになった。シティトンネルに入る S3 系統のタレントに2017年現在は442系、タレント2が主力となっており、S7 系統で143型電気機関車と2階建て客車によるプッシュプル編成が運用されている。ありがとうございます。